はい、どうも日本代表ジャパンです。お願いします。ということでね、今日は短い動画にはなるんですが、昨日ね、本枠の方で FP ガチャ3連引いていきましたけども、本日もですね、サブアカの方で引いていきたいと思います。ではそちらのガチャ映像からどうぞ。はい、ということでね、ガチャの方を引いていきたいと思います。さあ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 、見ていきましょう。さあさあさあ、いきますよ。さあ、こちらのサブアカの方では誰が出ますかね。まあまあまあ、本アカの方でね、かぶりをしてしまったの。おっと、金か。金の、金を。おっ、いいよ、いいよ、いいよ。さあ、誰。さあ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 、おお、剣豪来ましたね。さあさあ、まあ、無力者の方はね、もう皆さんもご存知の通りだと思うので、どんどん引いていきましょう。サブアカなんでね、もうこんなところはパッとピッと踏むみたいな感じでね。さあさあ、行きましょう。さあさあさあ、いいよ、黒。いいよ、2連黒。さあ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 、誰が来る。おー、家長。本赤でも当てましたね。いいですね、家長。いや、家長ね、ちょっと使ってみたんですけど、まあまあまあ、だいぶ使いやすかったですね。さあ、さあさあさあ、行きましょうか。ラストですかね。さあさあ、行きましょう。おー、おー、ちょっと待って、被るな。大島とか。そうそう、おー、ほほほほ。大島当てていく。なるほど。これはなかなかいい引きをしたんじゃないですかね。